こんばんは、上田かなです。本日2日目、まあ日付変わったから今日じゃないんですが、今日はお昼間ジャンタマの放送ありがとうございました。今日今からはいつもの訓練所をやっていきたいと思います。今日ね、お昼もそうだったんですけど、配信直前になってこう猫ちゃんがね乱入してくる事件がねまた今も起こっておりますが、まあ気にせず行きましょう。こっちはぬるっとした配信なんでね、まあぬるっとしたというかゆるっとしたというか。はい、こんばんは。あ、打っちゃった。さてさて、今日ジャンタマお昼も配信してたんですよ。で、あの赤木のコラボで赤木さんをゲットするための配信だったんですけど、赤木様がさ、まあ10連目はとりあえず飛ばさないでチラ見してたんですけど、まあそうそう来るもんじゃないと思って20連目ちょっととりあえずスキップしてみたら、そのスキップした20連目で来ちゃってね、なんか開始5分もしないうちにその今日の予定が終わってしまうっていうね、恐ろしい事態でした今日のお昼間は。でもその後30連目でもなんか赤木さん来ちゃってさちゃんとあの登場演出は見えたんですけどねなかなか面白い回になりましたね。よいしょ。まあその実際ガチャでね早く赤木さん引けたから、まあ対戦多めにねやれたはやれたんですけどね。よいしょ。あ、しまった。あ、くしゃみが。なんか暑かったり寒かったりするからくしゃみがね最近止まんないんですよね。いやこんばんは、寝に来ました。いいですね。いや、あ、やっと猫さんがあちらに。うん、 OK。 では頑張っていきましょう。めっちゃ下がったな今。うん、ほっ、よいしょ。昨日放送終わってから YouTube で音楽流す方法調べてたんですよね。なんか OBS のソフト使えば意外と簡単にできそうだったんで、今度またおしゃべり配信するときに流してみようかな。明日の放送はね、奈良かだから音楽もう入ってるので流さないんですけど、奈良かの音楽もね、すごいかっこいいから、ちょっと楽しみなんですよね、明日。よいしょ。はい、こんばんは。あ、明日冷えるんだ。寒いのやだな。私、スキー好きだから、寒いの超得意だと思われてるんですけど、寒いのめっちゃ苦手です。くしゃみはアニメでしか起こらない。それは、ないですよ。うん。よっ。ああ、カー？カーあれ、実戦でかっこいいよね。弾どっちでも使えるのはいいなと思って。よいしょ。使いましたよ。まあでも私そんなに弾打ち切ることって実はあんまりないから、もっと無駄打ちした方がいいのかな。え、夜の東京の気温一桁台、そんなに寒かった？明日か、明日の話か。なんか思ったより使いやすかったですね。この間杉山さんとブンブー丸さんがやった時に使ってみたんだけど、杉山さんもブンさんもカーちょっと使いたがってたから、その日は1、2回拾って打って、その後はブンさんにパスしてましたね。あ、そっか、奈良か、寒いよね。奈良は寒い時マジ寒いからな。よいしょ。これがこっちで、あ、これで大丈夫かな、見れそうかな。よしょ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 。いいでしょ、これで。このあれ回っちゃう現象、前より回ってる気がするな。よいしょ。お
なんかモニターアームってやつ買いたいんですよね。ブンさんとか大さんがモニターアームってなんだろう、このモニターって今縦置きじゃないですか。縦置きというか平置きっていうのか、なんて言うんだろう、普通に足ついて置いてるんだけど、モニターアームがあったらこの辺に持ってこれたりするらしくって、コメント読みやすいよね。今の気温8度、え、8度じゃない、3.8度、それは寒いね。真冬じゃん。オッケー。私が今まで一番体感した寒さはマイナス、遊園地とかであるマイナス30度の世界とかを除くと、自然界で一番寒かったのはマイナスね、15度とかかな。よいしょ。マイナス15度はね、チチンプイプイっていう関西でやってた情報番組があって、それのね温泉ロケに北海道行ったんですよ。で、帯広でね、湖が氷張っちゃってさ、その上にお風呂を作ってる場所があって、そこがね、朝すごい早い時間に気球飛ばしてくれるんですよ。で、それに多分乗りに行った時はマイナス15度とかだったのかな。めちゃめちゃ寒かったの覚えてますね。そう、懐かしいでしょう。あとはね、マイナス10度前後って意外と北海道あるんですよ。あとは北海道じゃなくても、あそこ樹氷のところ、山形、山形に冬にスノボをしに行った時に樹氷をね夜見に行くんですよ。で、夜の山めっちゃ寒くて、まあ基本マイナス8度、8度からスタートみたいなところで、もうなんかさ、温度って普通の温度だったら1度とか超寒いんだけどさ、マイナスになってくるとなんか当たり前なんだけど上がるじゃないですか。マイナス1度よりマイナス8度の方が寒いじゃん。でも数字はなんか大きいから、なんとなくもう頭の中がバグってくるというか、マイナス8度か、へえみたいな感じになってきて、もうなんかその辺の寒さになると、マイナスね、10度超えてくると、もう寒さって痛みな気がするんですけど、どうですか？北海道の人とか多分どっかいたよね。まあ奈良はマイナス、そんな10度とかにはならないと思うけど、痛いんですよ、もう。それこそ帯広の温泉なんかはもう入ってるうちに髪の毛凍ってるからさ。あ、そうそうそう、南極体験あるよね。昔エキスポランドって遊園地、関西の方だけど、そこにマイナス20度だか30度だかの体験室がたくさんあって、あそこ好きだったな。フィリピンは暑いよね。あれ40度ぐらいある？エキスポランド懐かしいね。はい、こんばんは。もうないんですよね、エキスポランド。太陽の塔はまだいいよね。いいね。関西だと今遊園地ってどこがあるんだろう。ヒラパーはあれ健在だよね。あと子供の頃、あやめ駅遊園地とか行ったんだよな。あやめ駅遊園地はもうないんですけどね。ヒラパーはね、花かっぱでコラボしててね、行ったんですよ、みんなは。私、ヒラパーの、花かっぱ旅行みたいなの幹事やってたのにさ、私スケジュール合わなくって行けなくって。めちゃめちゃ、面白かったな、あれ。そう、最初ね、幹事した時は、スケジュール、まあ、わかんない。みんなのさ、一番行ける日にしたいから、スケジュール管理、私がやってたんですけど、みんながめっちゃ会う日が、私だけ会わないみたいなことがあって、じゃあ、この日とこの日でスケジュール抑えますね、とか言って。ちゃんとその、感じだけやって、みんながヒラパー行って写真めっちゃ送ってきてくれてさ。そう、花かっぱもね、もう10年、
十何年目だっけ今年。あ、カラスカラス、おおお、消えた、かっこいい。そう、はなかっぱのチームはもう10、なんか2、3年前にね、10周年やった気がするんだよな。はい、こんばんは。今年12、3年目なのかな。あ、アドベンチャーワールド、何期、白浜？白浜のアドベンチャーワールドはね、過去2回ぐらい行きました。1回目か2回目か忘れたけど、どっちか行った時はテーブルトーク RPG のあの合宿をね、あの辺でやってて、よいしょ、でなんか寄った気がするんですよね、アドベンチャーワールドかどっか。そうだよね、南紀白浜だよね。その時あのロードエルメライの事件簿書いてる三田誠さんっているじゃない。三田誠さんはその頃からのあのテーブルトーク RPG 友達なんですよ、実は。まあ私と三田さんといえば最初の出会いがそのテーブルトーク RPG で、もうその時から小説書いてますとか言ってて、私声優なんかまあ芸能みたいなことやってますって言ってたんだけど、その時はね、まさかね、20年ぐらい経って本当に先生でお互いまあ成功っていう言い方はただまあ一応正しいと思うんだ。お互い成功してね、一緒のアニメやることになるなんてね、思いもよらなかったですね。そのね、白浜アドベンチャーワールドで私猿のぬいぐるみ買っててさ、あ、まだ持ってんだけど、私がこうやって猿のぬいぐるみ抱えて、まあ、他にも何人か人いるけどね、横に三田さんがペラい T シャツ着て写ってる写真がまだ残っててあれそのうち三田さんの何十周年記念とかのお祝いやったら提供しようかな過去の三田さんとか言ってそうなの、ね、本当にね、あのペライなんか子供のさ、まだ我々10代だったからさその子供の着るペライ T シャツあるじゃん、わかる、あの想像できる子供ってほらそんなにさ意識しないじゃん、シワとかもそうだし、あの生地の良さとかもあんまり気にならないじゃない、子供の T シャツって結構ペラペラしてるイメージなんだけど、あ、わかんない、みんなのお家がすごいいいお家でさT シャツ1枚にすごいお金かかってるとこの生地だったらめっちゃちゃんとしっかりしてるかもしれないけど、あ、言いたいことはわかるそうそうそう、そんな感じでしたね、うん、よいしょ。あ、ドリームランドね、よいしょ。東京は、まあディズニーランド、まあ東京じゃないけど、千葉だけどさ、ディズニーランドといえばやっぱり、あ、ディズニーランドじゃない、遊園地といえばディズニーランドがやっぱ上がるよね。OK。あ、そうだ、今日あの、小1時間やろうと思ってるので、これから50分後には寝ます。なので、まあ前半壁打ちして、後半ちょっとアリーナ行って、こういう時間とかね。あ、島、スペイン村行きたいの！スペイン村実は行ったことがなくて、めっちゃいいフォトスポットなんでしょ？私が行きたいのはね、島、スペイン村とハウステンボス。もう何年もさ、チューリップの季節に行きたいのよ。それこそ2年ぐらい前に、王さんとかと写真撮りに、花撮りに行こうよって言ってたんだけど、まあコロナでダメで、まあその時まだ緊急事態宣言入る直前とかだったんだけど、さすがになんかね、写真撮りに行って、コロナもらったりしてね、ご迷惑かけたりすることになるから、やめたんですけどね。よいしょ。そう、島スペイン村、まあなんだろう、とっても過ごしやすいところらしいよね、うん、よっしゃ、ドリームランドか、なんかドリームランドじゃないんだけど、関西の方にあるグリーンピアっていう自然派の遊園地みたいなとこ行ったことあるな。サイクリングとか、なんだろう、山のケーブルカーみたいなやつとか、アスレチックとかが結構
終わった気がする。よいしょ。なんかハウステンボスはあれよね、大人になっても楽しめるテーマパークって感じするよね。むしろ子供より大人の方が楽しめるのかな。島スペイン村の大町ちゃんのなんかクラウドファンディングやってて、あれとかもね、よかったよな。いいよ。あ、そうなの、ドン・キホーテの劇があるんだ。スペインだから関係ある。まあ情熱的な感じするよね。はい、こんばんは、かざみさん。いたなー。やっぱりここ数年でさ、カメラの学校行ってよかったと思うのは、旅行行った時の写真のね、旅行行った時のその楽しみの一つに写真も増えてね、まあ荷物は増えちゃったけど、なんか思い出というかな、すごい絵画的に景色見たりするのが好きになった。よいしょ。なんかね、一眼レフのでかいカメラとかあるじゃん。あのカメラって普通に空、青い空を映そうとした時に何もしない設定だと携帯電話のね、青にかなわないんだよね。あ、携帯電話か、スマホのね、青になんかね、勝てないっていうか、何もない設定だと結構ね、白く飛んじゃ、空が飛んじゃったりとか、逆にその青がちゃんと出なかったりするんですよ。で、スマホって何もその、フィルターとかかけなくても、美しく見えるように、ある程度 AI がね、設定をしてるんですよね。で、その見たままの色を出すためにカメラの勉強している感があるな。よっしゃ。あとあれだよね、あのアプリで最初から綺麗に撮ってくれる写真あるじゃん。なかなかあれにね、かなわないんだよな。それこそさ、友達の声優さんとかと撮ってて、自然な表情とかは一眼レフの方がずっと素敵だけど、決め顔した時の写真がな、どうしてもあのアプリにかなわない気がしちゃうのよね。そうなのよ、アプリがね、まあやりすぎてる人もいるよ。明らかにちょっと違うねっていう加工が好きな人もいるけど、あれも芸術の一つだからさ、加工って。優秀すぎるんですよね。そう、科学の力すごいのよ。あれ、なんか今飛んだ。今日真ん中のワンマガジン率めっちゃ高いね。よっしゃ。よっしゃしゃー。うわー、惜しい。いけたな、もうちょっとや頑張れば。オッケー。ポケモンネタなの？あ、そういえばもうすぐ出るね、ダイヤモンド。あれ、ダイヤモンド？ん？パールだっけ？新作が15日に出るんだっけ？もうすぐだね。楽しみ。ポケモンは配信できるのかな？まあ、配信できるとしたら YouTube だから。YouTube でポケモン配信あるな。で、ポケモンをしっかり覚えた暁には、ユナイトのとうとう、ユナイト配信がとうとうできる。あ、スペースワールド行ったことない。行きたかった。え、まだある？スペースは。いや、なかったかな。あ、ダイヤモンドパールか。なんか、夢だったな。スペースワールド宇宙船みたいなやつあったよね。
オッケー。次マガジン全部打ち切ったらアリーナ行きます。宇宙に関するテーマパークは私この間行ったんですよ。あの後楽園にあるテーマパークでめちゃめちゃ良かったな。普通プラネタリウムって上に見上げるじゃ、上を見上げるじゃないですか。その後楽園のテーマ、あの宇宙のテーマパークのプラネタリウムって言い方は正しくないけど、下にね星のなんだろう海がね覗ける感じになっててめちゃめちゃ良かった。いいよ。あ、そうなんだ。ピカチュウにもイーブイにも会える。お、今めっちゃ出たな最後。頭だった。あ、そうね、スペースワールド閉園してるよね。行っとけばよかったと思った記憶があった。はい、こんばんは、キリアさん。あー、今もうちょっと下げてたら頭だったな、ずっと。あとなんだっけ、ハリーポッターのテーマパークができるんだっけ。そう、なんかハリーポッターのあれ舞台ができるんだっけ。いや、でもハリーポッターのテーマパークってなんか聞いた気がするな。どこまで本当かわかんないけど、まあ閉園多いよね。やっぱあれかな、子供が減ってるのかな。それかまあ老朽化してアトラクション買い替えるのがすごい大変だ。よっしゃ。あ、豊島園の跡地なんだ、ハリーポッター。あ、そっか、楽しみ。豊島園も素敵だったけどね。アイススケートリンクをね、豊島園やってくれるじゃないですか。ナバとかとね行ったりしたんですよ。2023年の予定か、あと2年後ですね。まあでも2年後なんてあっという間だよ。今年めっちゃ早かったもん、1年。もう11月だよ。だって私がこの配信始めたの5月でしょ？もうすぐ、あ、もう半年経ってるのか。恐ろしいことよ。よっ。はい、こんばんは、肉巻きさん。いいよ。なあ、惜しかったなあ。よっ。口ぶりに殴っちゃった。そうや、今日殴りあんま出てないな。あー、今日なんか惜しいのが多いな。いや、でも確実になんか近づいてる感あるな。はい、こんばんは、パプリカさん。右スティック触ってない時に勝手にして動く。あ、これね、動いてる。この視点を動かないようにするためにこの間なんか変えたんだけどね。なんか大だか小だかどっちかにした方がいいって言われてそっちに変えた気がする。よいしょ。いいなこれ。いいよ。なに、ダイパで伝説のポケモンゲット。へえ。よいしょ。デッドゾーンっていうのを上げたら改善される。デッドゾーンだけ上げたの。ホコリが入ると、あ、このあれか、コントローラーに。いや、ホコリはしょうがない。もう猫いつもホコリと生きてることになってるから。
猫と埃はつきものです。わー、3発しかないな。これライトアーム切れた。今日は無理だな、何も持ってないから。適当にフラトラ、ヘムロック、ウィングマン、ランページ、あ、カーか、カーでいいや。いいね、サーティサーティよりはどれも打ちやすいな。オッケー。ほこりと生きてる、漢字が違うだけでめっちゃかっこいいけど、ほこりだからね。なんだっけ、デッドゾーンね。デッドゾーン、デッドゾーン。デッド、これか。あ、そうそう、これをさ、どっちにしたらいいの？あげたら、あ、これはこの間台になってたのをショーにしたから、やっぱあげたらいいんだよね。あげた。オッケーです。ロビーに戻る。はい。原神のアップデート？あれ？今日だっけ？昨日確かアップデート来ますよって言ってたよね。え？西川さんってどの西川さん？あれ？アリーナランク合ってるよね。詳細設定でいじった方がいい。あ、キャンセルできるかな？あ、できたわ。詳細設定。詳細設定？詳細設定ってどれ？それパソコンじゃない？詳細設定？移動エイム。移動エイムのこれか。で、デッドゾーン。あれ、これデッドゾーン、これ一番下。あ、これ一番下だよね。で、デッドゾーンをいくつぐらい？何パー何パー。スティック入力が認識されない、初動範囲が決まる。3パーあたり OK。 じゃあそれで試してみよう。 3% ほんな、いいよ。2から5ね、大体。じゃあその真ん中取って 3% にしよう。上げすぎるとエイムしにくくなる。なるほどね。じゃあ 3% でちょっとやりつつ、いけるなら 5% とかにすると、あの初動の何もやってない時のフラフラがなくなるから、確かに当てやすくなるかもね。さあ今日は誰かな。最近なんか上の人のマッチングに組み込まれること多いからな。何もしないで勝って負けてって感じがする。おにぎりさん、ブラハにしましょうか。はい、理解が早い、ほんま。124、私だ、きっと同じぐらいの人かな。76、あとの2人はデータがないから分かんないね。いいよ。もうパスファインダーの言ってるセリフ、ちょっとやべえやつのセリフが多くて、もっと聞きたい。なんか喋って。あ、そうなんだ。新キャラの CV が、あ、兄さんか。
西川さんね、私高校生の時にラジオにゲストに来てもらったことあるんですよ。関西のね、ラジオ MBS ラジオでね、音楽番組やってたんだけど、ちょうどその頃西川さんが、あ、なんだったかな、ちょうど新曲が出た時で来てくださって、そんで私もまだ始めたばっかりの頃だったから、声の仕事ね、すごい優しくしてもらって、え、千代丸、あ、千代丸さんの誕生日会で西川さんにお会いした時にその話ちょっとしたんですけどね、やっぱ子供の頃にお世話になった方とお会いできるのは嬉しいことよ。危な、行きましょう。はい、行こう。ナイス、やるやん。うわ、いっつつ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 つ、うわ、つい、あっつい。どこ、あ、いた、当たってない、当たってないね。あと一人、待って、あと二人だわ。うん、燃えてる燃えてる、いいね。うん、死にそう。どこ、オッケー、危なかったー。はあ、今のは相当冷静だったな。でもあんなに痛いんだ、エン、やば。リピーター元、うーん、いや、ちょっと待って、これ外してバッテリー持つわ。グレネード美味しかったね。そうそう、絶対向こうの方が少ないから、シールド終わったら勝ちだと思ったんだよね、私があんだけ減ってるってことは。よかったよかった。でもなんか適当なこと喋ってて、味方の動き何も見てなかったから申し訳なかったな。次は反省。あ、いた、あ、撃てなかった今そこね。もうやられた、まずい、向こうに みんなめっちゃ足速い。あ、そこ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 、後ろやばいよ、そこそこそこ、うわー、そこや言うたよー、しゃあない、カバーしてお願い、ナイス、危ねえ、見るよー、はい、リロードできてなさすぎ、すま、ちょっと行く、すぐ行く、すぐ行く、ナイス、オッケー、取ろう、オッケー、いっぱいあるよ、持ってって、はい、いらない、いらなそう、じゃ持っていこうか。みんないっぱい持ってんだな。あ、こんばんは。どうしよう、このミリ減ってるやつ、いた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 、そこそこそこ、ナイスナイスナイス。
全然あれガシャン押してないからポイントなくて笑っちゃう。75。はい、今日なんかエイムの調子いいのよ、不思議。はい、こんばんは、ナイス、サンキュー。まあ、でもこれ私がエイムが私がいいんじゃなくて、いつもの私のちょうどいいマッチング帯になってるだけかも。昨日が結構さ上手い人めっちゃ多かったから、あのブルーのあのアイコンダイヤだよね、ダイヤのとこマッチングとか、あ、いたいた、巻き込まれてたから相当上手かったんだと思うんですね。危な、あ、まずい、よかった、こっち行こう、だって危な、これ同じところで一応ね、こっちでキーそらしとくか、じゃじゃーん、3本も持ってる、うん、ダイヤ帯だったよ、ランク称号が多分ダイヤ、あ、まずい、うわー、これは無理やな、うん、どうしよう、一旦引いて、シールドやってる時間ある？ないよね絶対。でも一人 やられてたか、そうだよな、どこ行った、あ、いたちょっと無理やったな、あ、ね、今ダイヤの人じゃなくて過去多分ダイヤだった人、あのダイヤのマークのバッジつけてたかな、でもブロンズ帯の私からしてみればさ、一回ダイヤ行ってる人とかちょっと無理だからね、あっち行こう、あっち、あっち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 、だって円こっちだから、あ、そっち行く、うーん、あ、でもこっち一人来てくれたからいっか、もう撃っちゃったしな、足音してるしね、そこね、もういるからね、ほらもうバラバラにいっちゃうからお亡くなりになってるよ、あそこには助けに行けない、ライフラインじゃないしね、逃げたかな、向こう行ったかしら、敵が近くにいる、敵が近いって、ん？円入って、あ、そっちか。当たんな。そこね。わー、おにぎりさんそこか、オッケー、見ましょう、はい、この下だね、落ち下ろしでいい気はするな、危な、いったー、
行ってるわ。行くしかないか。悪くないよ。間に合うか。間に合わないよね。よいしょ。来るよな。来ない。一緒に行くか。一緒に突っ込むしかないよね。だって絶対こっち来てくれないもんな。私は行く。はい。まあでも分かんない。今日初めてアリーナやってる人かもしれないから、守ろう彼女を。全然初めてな感じではなさそうだけど、でもあっちに行きたかったんだろうな。あっちね。ここほんと？いたわ。こっちの方が痛いよ。ここね。ここ。行く？あ、大丈夫か。だけど待ってね。はいよ。ねえ、昨日ありがとうございます。待って、シールドをリチャージする。シールド欲しいな。持ってないか。行くよね。持ってないよね。見るよ。はい、そこだわ。一緒に行きたいよ。まあ、ナイス！やったー！嬉しいね。今のは嬉しい。マッチ。危ないとこやった。ついていくか。
起こした甲斐ありましたね。いやー、あのミリで生き残った、ね、よかったなあれ。やはり命大事に。危ない。あ、意外と近づくね。そこね。私の方が痛いでしょう、一発だと。危ない。うわー、めっちゃ行ってる行ってる。うん、一応サポートはするけど行く？行くか、しゃあない。見るよ。はい、どうぞ。あ、後ろ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 、やられた。バンガちゃんは撃たなかったのに。あ、いいねいいね。無理っぽいなこれ。あ、でも一人ダウンしてるから。あ、いいねいいね、頑張ってもらおう。そこでそこ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 、頑張れー。イエーイ、嬉しい、ありがとう。あれか、バンガちゃんは自信があった系で言ってた人か。ナイスー、よかったよかった。バンガちゃんにとっては狩りだったのね。よっ、難しいよね。一緒にその行動しない人が自信があって行動しないのか、初心者でカバーし合わないでカバーをすることを知らなくて行動しないのか見極めるのがマジむずい。確かにソロでガンガンいけるぐらい自信のある人は一緒に行動しなくてもいいもんな。老婆。甘く見ないで。私は戦いに来た。あ、でもライフライン押してるから送ったん。いやー、そうなの、味方がね、どれくらいの人か、何レベルとかが出てる人はだいたいわかりやすいじゃん。もう353とか結構やってるじゃんか。ハンマーも持ってるし、あ、今ダブハンじゃなかったから普通のハンマーだからあれだけど、あ、でも2000ポイント取ってるってことはそこそこ上手い人じゃん。でも味方に上手い人が来てるってことはさ、敵もやっぱ多分強いんだよね。わかった。そうやって指示出してくれる人にはめっちゃ行く。あ、つうかこれ連携トロ系のライフラインちゃんかもね。そうだよね。
だからライフラインちゃんは2000持ってる人だから、この人についていけば。あれ？もうすでにめっちゃ足音。あそこだわ。え？みんな3人違う行動してる？こっち行きます。みんなに持っていく。あ、でもライフラインちゃん取れんのか。オッケー、裏はみます。はい、これ多分相手めっちゃ上手い人あんな端にいたのにもう囲まれてんもんなこれは私上の人のマッチに巻き込まれた系かなこれそうだよね、上手いよね。どうしよっかな。これ多分絶対無理だな。今の私じゃ太刀打ちできないレベルの人たちの試合だから、豆鉄砲だなこれ。ロングボウね、いや支援に回ろう。はいよ、行きます行きます。私がやるのは変なことをしないでこの二人の後ろから援護するだけ。撃ってる音、あーライフラインじゃん。見るよ、ほい。あ、いない、マジか。ってことはもう絶対どっかに来てるってこと。あ、こっち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 、こっち。あちゃ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 、うまいんですけど。あれ味方だよね、また名前出てないな。あ、出た、いた、ここここ、ナイス、ありがとう。どこ行った、どこ行った、いたわ。もち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 、いやー、うまいうまいうまいって。頑張れ、いやちょっとこれランク意味ある？ブロンズさん、ブロンズさん強すぎでしょ、ちょっと無理でしょこれ。これさ、いやー襲ってこれるか、エヴァ持っとくか。来んの早いから、いやー味方のために見よう。行くよ、頑張るよ2人の援護。あれ、私、あ、グレネード、そうだね、拾わなかったね。わ、消えててびっくりした今。いやーどうしよう、これ敵の位置を見るしかないな、私にはそれしかできない。とりあえず安全を確保。ここです。二人の後ろに回って、そこそこです、そこ来るよ来るよ。下降りたくねえ。まあ、でもあの人、あ、いたいた、ここここここ来る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 。あれ、これ味方ん、また名前出てなかった。
上にいたね。待って、ライフライン、一緒にいたいの、あなたと。もう一回見る。はい、待って、やばい、足音すごいする。よかった。上だね。近くにいるって言われてる。上だ。上いない。どこどこどこ、めっちゃ飛ぶやん、あの人。どこ、そっち、そっち探索 OK。 紫やん。あちちちちち、あつつ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 つ。いやー、これ強いって。強い強い。すまねえ、ライフライン。ちょっとレベル差がさすがにありすぎだな。まあ、よう生き延びた後自分を褒めよう。期間間に合わず。あちちちちちってなるよね。よし。そろそろ小1時間だね。じゃあこれラストマッチにしよう。同じぐらいのレベルの人と当たるといいな。 COD? あ、いや、 COD ちょっとやりたさあるな。バトルフィールド、バトルフィールドね、実は昔ちょっとやってたんですよね。ちょっとやってたがゆえに、バトルフィールドって実は、まあ、実はじゃないけど、ちょっと生々しくない？やっててすごいね。あの、そこそこやってた時に、それこそさ、すごい簡単に死ぬじゃん。まあ、それもそういうゲームだからいいんですけどね。なんか本当にね、戦争いるみたいで辛くなっちゃってさ、そん時はね、結構長く続かなかったんですよね。集中的になんか 2,3 週間バババババってやって辛くなってやめちゃった。でも今やったら面白いのかもな。昔より絶対当たるようになってるから。バトルフィールド、戦争もの、まあ、戦争ものというか、こういう感じだよ。うん。あ、3対3とかじゃないけどね。そうなのよ。リアル戦争感。うん、いい表現。強いのよね。そう。COD はやりたい。あの、COD のストーリーモード結構好きなんですよ。コールオブデューティー、あ、COD ってコールオブデューティーなんですけど、コールオブデューティーのあの、物語、ストーリーってまあ、戦争のストーリー描くんですけど、1階の兵士とかになってストーリー進めたりするんですよ。で、まあ巨大なずっと続くいろんな物語の中でいろんなキャラクターになって、まあ、作戦を遂行したりするんだけど、せっかくそのなんだろう、ストーリーの章で主役だった人が次あっけなくね、亡くなったりするんですよね。あれとかもね、めっちゃその戦争っぽいというか、儚さっていうのがね、ちょっと良かったな。COD は、奥林くんとか、白熊さんとかとやりたいな。白熊さん、あれですよね。多分、ゲーム配信やってるから。そうです。なんだ、ダウンロードコンテンツでゾンビモードみたいなのがあったんですよ、COD。それのプレイヤーキャラ、実はやらせてもらってて。そのキャラクターの、プレイヤーのキャラクターが4人いてね、まあ、4人で できるモードなんですけど、あのチームでめっちゃやりたい。そうね、Apex は体力も多めだし、ちょっとあのファンタジーな感じだから辛くなんない、どんだけやられても。うーん、いや、あ、でもどうだっけ、
私の横にいた人はレベル1って書いてたけど絶対1じゃなかったよね。キル数結構あったから。あと、あ、他の人のランク見てなかったな。まあ、無残にやられたらまた上マッチってことでしょ。でもそんな華やかなアイコンなかったな。あ、もう一人、あ、大丈夫だ。え、むしろこれどこ行く気？危な。すごい不思議な歩き方してる。どうしようかな。あれ取りに行くか。こっちにいいものがあるかも。戻ろう。すごいなんか不穏な動きじゃないけど慎重な動きをしすぎてて、この慎重さが何なのか。危な。どこにいた標的。うん、あ、めっちゃ行ってるけどな。行く、そんなに行く。あ、いたね。あ、でも相手も逃げてて、うわ、今これね、私も下手だけど向こうもあれだったら。やったなぁ。なんかさっきさ、あまりに当たらなすぎて面白くなっちゃってさ。あー、笑っちゃったなー今。あ、でもショットガンなら当たってたなぁ。これ多分同じぐらいのマッチング帯の人だと思う。安心感あるよ。うーん、2人ともなんか似たような格好しててもどっちがどっちか分かんなくなっちゃうんだよな。さっきのあれ見てて安心できる動きだったでしょ。危な。ここね。うん、この感じ。あ、いたた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 た。思ったよりいたな、すぐそこに。うわー、それやばいんじゃない。危ない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 。あっ、超危ない。あたしあたしあたし。あたしだってば。え、これどういうこと。わざと分かってない。いや、分かってない説ある。味方だよ。え、味方だけど。え、わざと。いや、分かってないよねこれ多分。マジ初心者じゃない。名前が消えてんのよきっと。誤射であんなに撃たないでしょ。 OK。 だから多分本当の初心者なんだと思う。うわ、やられた。はい、やり返そう。いたね。いや、これもう、いや、これさすがにちょっとキビ。どうしようかな。しゃあないな。これ味方も初心者だけど向こうも2人とも初心者説
あるなあ、これどうなんだろうな。ボイチャー、あれボイチャー私いつもオフにしてる気がするけど、どうなんだろう。一人この方はボイチャついてるけど、私のあれボイチャついてないでしょ。だからこの声は乗ってないと思うんだけど、向こうの方のボイチャはもう多分聞こえないように設定してなかったっけな。はあ、いいよ。そうだね。向こうめっちゃ3人で揃って行動してるもんね。無理そう。あれ？敵は強くてこっち多分初心者っぽいからちょっと厳しかったかな。無理無理っぽいよな。多分さっきのもあの煽りとかじゃなくて普通に誤射して味方と敵分かんない感じだったから、これはしゃあ切れてるしね、もう接続でも接続接続切るのいいけど悪いの私じゃないと思うけど、みんな多分こういうマッチングだったから誰も悪くないんだけどな。もう一回やるか。バラバラだね。多分本当にエーペックスやり始めたばっかの人なのかもね。相当長い間私だって気づいてなかったから。私というか味方だって気づいてなかったから途中で多分向こうもびっくりしたと思う。あれ味方全然減らないんだけどっつって味方だったっつってねえんやえんや、そうやって一緒に強くなっていこう。そうね、週末だしね、普段あれかもね、あんまゲームやらない人とかもやってるかもしんないね。ジブラルタル、でもジブラルタルならライフラインとかでもいいのかもな。あ、でもシールド1回しか出せないか。私はライフライン、もう誰も殺させない。私はライフライン、誰も殺させない。ん？ 1 人めっちゃアリーナキル数1900みたいな人、1900だったな今。これまた、あ、でもジブさんそんなでもなかったけど、アリーナキル1900って一キャラはどうだろう。わ、味方？敵？どうだっけ？敵でもそんなめっちゃ強そうな数字じゃなかったよね。でも300ぐらいキルしてたのは見たから、1人は強そうな人いるけど、でもきっとこれはオクタンについていくのが、あ、でもオクタンはきっと1人でいけるからジブについていこう。
多分相当強い人だと思うから。足早いしね。ここ行くね。あ、でもみんなちゃんと一緒に行ってくれる。あ、1個欲しかった。追加のアイテムを発見。いいよ、あんた強いから。あ、いたその分頑張っておくれよ。ここね、足音する。いた、やり。そっちに奥丹様おんねんぞ。イエーイ。どこ行った、どこ行った。もらおう。待って私お、オッケー。これは いい予感がしてきました。いや、これ多分これは守護天使でいいな。気持ちよく寝られそうな予感ありますねよくわかってらっしゃるあ、でも本当に初心者だけのマッチングも面白いけどね。私もきっと同じようなレベルだしな。何、溶岩だっつった。このサプライを取りに行きたい。こっちに拡張サプライボックスがある。最高ね。手に入れた。いる？オッケー、あげるね。上上がる？オッケー、一緒に行くよ。お、もういた。危なっ。奥さんがもう行ってくれてんもんな。奥さんに行ってこう。エヴァだしね。奥さんめっちゃ早いて。いたいたいた、こっち回ってきてる、回ってきてる。危なー。ん、どこ行った。あ、そっちからか。早くない？あれ？オッケー。シールドリチャージ中。シールドリチャージ中。わあ、見て見た、今リロードしてなかったの見た。あ、誰もいるわ。それ聞いてない。危な。3人めっちゃ近いけどね。統制は取れてそう。よかったね、あそこで引かなきゃ死んでたね。いやー、ショットガン持ってた方がいいな。奥タン結構 いくもんね、ガンガンね。まあでも正解なんだよな、奥タンの強いから、あの人。ふれふれガンガン行ってすっきり寝ようのかいじゃあジブさんと一緒に行くね。オッケー。このネタ面白いな、このおっちゃん。さっきから溶岩ネタ。私はじゃあサプライ取るよ。大丈夫か。いる？ジブタンいらないか。私が持っていこう。待って、ジブタン。
チブタン、ここ。こっちを探索し、シールドバッテリーを発見。テルミットくらい。よ、アルギアパッケージはゲットしとこうぜ。まあいいよ。あ、いたわ、敵いた、敵いた、敵。おいよ、おいよ。危ない。終わった、まだいいんじゃん。私多分今前出過ぎたな。今でこそスコープ持つか。持って、最初にグレグレでやって、あそこも多分前行かなかったら大丈夫だったから。今までショットガン持ってガンガン行ってたから、はい。了解。ちょっと油断したとこあったね、確かに。いけるねって思っちゃったもんね。追加のアイテムを手に入れた。いいのよ、全部持ってって。ヒヨガンおじさん。面白いな。これさ、あんまりちょっとオクタンと離れすぎんのもあれなんだけど、背後取りたいのかな。あ、今足音。あ、いたいたいた、そこね、そこね、そこです、そこです。オクタンどこ行った？あ、いるいるいる。危な。撃たれてる。足音するな。危な、レイスだこれ。いい気がする、そろそろ。いや、いや、ジブさん置いて、いや、今までは結構オクタンが一人でソロでやれてたけど、今ちょっと絶対離れすぎてたから、オクタンと一緒に行くわ、次は。溶岩やってるよ。3対だって向こうが3だったから、3対1でやられたらさすがに。あ、いるわ。標的を確認。ジブ来て、ジブ。一緒じゃん、危な。ジブ。うわー、やったな。絶対助ける。あー、今全然当たんなかった。あ、こいちゃうわ。どこどこどこ。
ターもうやられてた。危なかったー。はあ、マッチポイントだ。モッシュピットの勢いは覚えてる。マッチポイントだけど、奥さん、奥さん、奥さんと一緒にジャミングの方がいい気がしてきたな。オクタンをどれだけ死なせないかだな、これ。ジブさん寄ってくれ。あ、溶岩好きでしょ。オクタンカバーだよね。絶対オクタンの人うまいから、私が先にどこにいるか先に見てくれたら。オクタムでも慎重になってんな、さっきより絶対。どこにいる？ケアパッケージだ。いいね。ここに敵がいる。じゃあ全部取っとくよ。みんなにあげようね。あ、いた、そこ。オッケー、もう一人やったよ。ナイス、バッテリーあるよ。オクタ死なないで。待って待って待って、一緒に行く。あ、殴っちゃった。オッケー、オッケー。危ない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 。危なかったよかった、ありがとね結果的にめっちゃいい試合になっちゃったしっかり取ってくれた、ジムさん。ありがとう、カフェさんギリギリでしたが、いい試合になりましたね。はあ、私もだってパンチ出たのびっくりしたもんめっちゃキルしてるあー面白かったというわけで今日はこの辺にしましょうかね。え、明日なんですけど18時、まあ、20時ぐらいからあれなんですよね。あの、明日奈良かの配信をしようと思ってて、18時から20時のどこかぐらいから、明日の昼間にちょっとマネージャーに連絡取って、あの、なんだろう、スケジュール確認してからやろうと思ってるんですけど、明日の仕事の終わり時間次第なんですよね。なのでお昼過ぎぐらいには頑張って、あの、こうやってね、セッティングを終わって夜の配信に備えようと思います。じゃあ明日は、YouTube の方なんで、 YouTube でお会いしましょう。今日も配信来てくださってありがとうございました。いい夢見てくださいね。おやすみなさーい。